バーリンは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州北部、コーアス軍のアンドロスコンイン川沿いの市である。2010年国勢調査では、人口1万51人だった。市域にカスケードビレッジを含んでいる。ホワイト山地の端部に位置し、市域はホワイト山国立の森に入っている。市内には、モフェット邸、ノーザンフォレスト歴史遺産公園、バーリン魚類不可およびニューハンプシャー州、 コミュニティカレッジシステムのメンバーであるホワイト産地コミュニティカレッジがあるバーリンはクーアス軍とバーモント州へセックス軍を含むバーリン小都市圏の主要都市であるカナダのケベック州まで60マイルも離れていないので住民にはフランス系カナダ人の子孫が多い住民の65%がニューイングランドフランス語の派生方言を話し地元では バーリンフランス語と呼ばれている。インターナショナルペーパーミル。1912年頃、ドイツのベルリン市長、アルトゥール・ショルツから送られた、ベルリンと同盟の、神の都市バーリン100周年を祝う手紙。1929年7月5日、約1万1000年前、小集団のインディアンが、現在バーリンとなっている地域で宿営した。後年東部、アベナ貴族が、 ジャスパーさんの流紋岩を採掘するために、バーリンに来た。イギリス人開拓者がこの地域に入ってきた時、ニューハンプシャー植民地総督のジョン・ウェントワースが1771年12月31日に、バーリンの町を最初に承認した。町の名は、ウィリアム・メインにちなんでメーンズボロと名付けられていた。しかし、払い下げを受けた者たちがその権利を投棄せず、アメリカ独立と共に消失した。 1802年、セスイームズとギデオン・ティレルがメインの子孫から派遣され、開拓者のための土地を探検して印をつけたが、それでも誰も入ってこなかった。1823年から1824年に、ウィリアム・セッションズとその老いであるサイラス・ウィーラーが入植してきた。この二人ともメイン州ジ・リードから来ていた。最初は農業から入った。 1829年の人口は69人であり、同年7月1日に、サイラスの父、トマス・ウィーラーの支援により、バーリンという名前で町として法人化された。町は森が深い地域にあり、初期には製材業や林業の中心として発展した。アンドロスコギンガーの滝が製材所に動力となる水力を提供した。1826年、グリーン家のトマス、エーモス。 ダニエルによって、ゴーラムまでの道路が建設された。1851年、セントローレンスアトランティック鉄道が、バーリンまで開通し、他の市場とをつないだ。H. ウィンスローカンパニーが1850年代初期に、水利券、製材券、鉄道通行券を獲得し、バーリン滝の上に大きな製材所を建設した。1868年、 ウィリアム・ウェントワース・ブラウンとルイスティブ・ブラウンが、この事業の支配権を買収し、会社名をバーリン・ミルズ・カンパニーに変更した。1866年、エルミア・ジョリクールという教師が、現在、キャセロールと呼ばれる料理を開発し、生徒や旅人に食べさせた。1885年までに、この街には、リバーサイドミル・フホレスト・ファイバー社、 ホワイトマウンテンパルクペーパー社などパルプと静止の工場があった。工場での労働力が必要となり、ロシア、ノルウェー、イタリア、スウェーデン、アイルランド、ドイツからの移民が入ってきた。他にも近くのケベック州からフランス系カナダ人が入ってきた。1872年、一軍のスカンディナビア人が国内最古のスキークラブを設立し、現在まで残っている。 当初は北アメリカスキークラブと呼ばれたが、後に南西スキークラブに改称された。これは1888年にスキーでグリーンランドを横断したフリチョフ南線の栄誉を称えるものだった。1897年、バーリンは市として再度法人化され、州内最北の都市となった。1874年時点でグランドトランク鉄道が街の東部を通っていた。 20世紀の初期におけるバーリンの主産業はパルプと製紙業であり、その頃から長く衰退を続けてきた。地域の仕事がなくなり、人口が減り、1930年の国勢調査で2万人を超えていたものが半減した。1917年、バーリン・ミルズ社がブラウン・カンパニーと解消した。これは第一次世界大戦の時であり、 敵国であるドイツに対する反感があったからだった。世界恐慌のすぐ後で、ブラウンカンパニーは、関西人の監督下に入り、政府の援助で生き残り、第二次世界大戦後は何度も買収が繰り返された。2001年、アメリカンティシューが破産を宣言し、その前に、市税の納税を停止した。その設備は2002年に、カナダのフレーザーペーパーズが買収した。しかし、 2006年3月、フレーザーペーパーズは、バーリンの製紙工場閉鎖を発表した。2006年5月6日、従業員250人が解雇され、そのうちいくらかは、カスケードビレッジの製紙仕上げ工場に移動したが、多くは失業となった。2006年10月3日、ミシガン州のノースアメリカンディスマントリングコーポレーションが、フレーザーペーパーのパルプ工場は土地121エーカーを、 買収したと発表した。さらに1年を使って工場を廃棄し再開発を行うと宣言した。その後レードローエナジー LLC が大型回収ボイラーなど元フレーザーの資産の一部を購入し、2010年から2011年に66メガワットのバイオマス発電プラントに転換する考えである。1990年代、地元の歴史家で著作家のポール・プーフター・ディフが 新聞、ザ・バーリン・ベイリーさんに、地元の歴史に関する記事を書き始めた。ターリフは、後に、それらを集めて、ワンス・アポン・エーベルリン・タイムという三冠本に編集した。近年の経済発展は共生施設に追うところが、大きい。750床の北ニューハンプシャー共生施設が1999年に建設され、約200人を雇用した。2012年、 連邦政府刑務所局が1200の中程度警備施設を開設し、これは約350人を雇用している。バーリン氏は北緯44度28分07秒整形71度11分02秒、北緯44.46861度整形71.18389度 44.、44.46861-71.18389に位置している。 バーリンはニューハンプシャー州の北部ホワイト山地の北にある。南はランドルフトゴーラム、北はミラン、東はサクセス、西はキルケニーの各町と接している。ニューハンプシャー州道16号線が市の中心を通り北のエロル町からメイン州に入る。南はゴーラムとピンカムノッチを越えてノースコンウェイに至り州の海岸地域に入る。州道110号線は 市の北西部から出て、ウェストミランを通り、グロバートンに至る。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市域全面積は62.5平方マイルであり、このうち陸地61.6平方マイル、水域は0.9平方マイルで、水域率は1.35%である。バーリンは、アンドロスコギン川とデッド川の合流点にある。南東には、マフウサック山地がある。 2005年に市の公園と私有地から作られたジェリコ山州立公園が、市中心の西にあり、1970年代に作られた貯水池や全地形対応車用道路のネットワークがある。市内最高地点は標高3901フィートのウィークス山である。地域のほぼ半分はコネチカット川流域に入り、残り半分がアンドロスコギン川流域になる。 バーリンはニューイングランドの大半と同様、寒い冬と冷涼、または暖かい夏が特徴である。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。バーリンの人口は1880年から1930年まで急速に増えた。最も成長速度が高かったのは1890年から1900年の10年間であり、2倍以上になった。 1930年以降で1960年頃に少し回復した以外、ゆるりと減り続けている。公共教育はバーリン公共教育学区が管轄している。バーリンを通る主要道はニューハンプシャー州道16号線と道110号線である。コンコード高知線のバーリン・コンウェイ・ニューハンプトン線では北の終端である。 バーリン地域空港とゴーラム空港の二つが近くにある。次の商品などがバーリンで創作された。バーリン市内では以下の場所がアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。西復活性協会1979年アメリカ合衆国国家歴史登録財指定。ありがとうございます。